調理する前のファルファレ、ファルファレは、パスタの一種である。蝶ネクタイのような形をしており、イタリア語のファルファラが、名前の由来である。なお、ファルファレという綴りの最後の意は、イタリア語では、女性名詞の複数形であり、蝶々たちという意味がある。16世紀の北イタリアのロンバルディア州もしくは、エミリア・ロマーニア州が、発祥地だと言われており、 エミリア・ロマーニャ州のモデナではストリケッティとも呼ばれている。ファルファルレにはいくつかの種類があるが、いずれも蝶ネクタイのような特徴的な形をしている。端がギザギザになっている長方形や楕円形の生地を元に作られ、特に生地に筋目が入ったものはファルファレリガーテと呼ばれる。また大きさによって呼び名が変わり、大きいものはファルファローネ。 小さいものは、ファルファリーナと呼ばれる。生地に何も混じっていない、プレーンタイプのほかトマトを練り込んだものや、スピナッチを練り込んだものなど様々な種類がある。サイズが、小さくで凹凸が多い形状をしており、ソースとよく絡まるため、クリームソースやトマト料理に相性が良い。また、ユニークな見た目から、 サラダの具として使われたり、クリスマスリースの材料として使われることもある。ファルフェルと名前が似ているが、関係はない。ありがとうございます。